どうもこんにちは、 AK ヒットと申します。漫画紹介を始めていきたいと思います。今回紹介する作品は放課後堤防日誌です。放課後堤防日誌の著者は小坂康之さん、秋田書店から出版されています。1巻は2017年10月27日発売、最新巻の6巻は2020年3月19日に発売予定です。2020年4月からアニメ放送が開始されます。主人公の剣ひな役は高尾香音さんが担当されます。田舎の海の釣り漫画、釣り漫画は数多くあります。その中でも有名なのは釣り吉三平やスーパーフィッシング、グランダー武蔵やミスター釣りドレン、釣りバカ日誌などです。いずれも昭和や平成初期のヒット作です。ほとんどの主人公が少年であるという点が共通しています。一方、現在描かれている釣り漫画の主人公は女性が多くなっています。例えばスローループ、浜崎さんなら引いている、つれづれダイアリー、おひつり様などがあります。スローループの著者は内野舞子さん、法文社から出版されています。現在2巻まで出ています。浜崎さんなら引いているの著者は瀬戸内渡さんと水谷文さん、小学館から出版されています。全1巻です。つれづれダイアリーの著者は草野宝紀さん、角川から出版されています。全3巻です。おひつり様の著者は東寺達也さん、秋田書店から出版されています。現在4巻まで出ています。そしてこれから紹介する放課後堤防日誌も女子高生たちが主人公の釣り漫画です。とはいえ釣り漫画といってもいろいろあります。川なのか海なのか、都会なのか田舎なのか、ガチ勢なのかちょっとかじる程度なのか、一人でやるのか集団でやるのか、仕事なのか趣味なのか、経験者なのか未経験者なのかなどです。この漫画の主人公は釣り未経験者なので、初心者にも分かりやすく書かれています。舞台は田舎の海です。あらすじ、主人公は高校1年生の剣ひな。彼女はもともと都会に住んでいましたが、父親の実家、つまり海沿いの田舎町に引っ越すことになりました。彼女は手先が器用で手芸が好きなので、高校からは手芸部に入ろうと考えていました。引っ越してきた日、ひなは母からお使いを頼まれました。田舎にやってくることを不安に思っていた彼女でしたが、気持ちのいい海風に吹かれているうちに何とかなる気になってきました。さらに海沿いの道を散策していたら、手に虫がついていることに気づき慌てました。彼女は昔から虫や海の生き物が苦手だったのです。堤防の上を眺めていると、堤防の上でふらふら歩きながら座り込んでしまった人物がいました。熱中症になって倒れたのかと思い、ひなは堤防の上に駆け寄りました。すると座り込んだ人物、黒岩祐樹はただ釣りをしていただけだと分かりました。黒岩は釣り糸が絡まってほどこうとしていたので、ひなはそれを手伝ってあげました。黒岩はお礼にひなに釣りを教えてあげました。ひなの持つ糸はすぐに動かなくなり、引き上げてみるとタコが釣れました。タコはひなの足に絡みついてきますが、海の生き物が怖いひなはタコに触ることができません。ひなは黒岩にタコを取ってくれるよう頼みました。その時黒岩に明暗が浮かびました。タコを取る代わりに魚を釣って食べる部活、堤防部に入部してもらうのです。堤防部は部員が少なくて部の存続が危うかったからです。一刻も早くタコを取り除いてほしいひなは仕方なく入部届に名前を記入しました。堤防部には3年生の部長の黒岩の他には2年生の大野と1年生の穂高しかいませんでした。果たして海の生き物が苦手なひなは堤防部でやっていけるのでしょうか。まとめ、海沿いの田舎町に引っ越してきた女子高生が釣り未経験の状態で堤防部に入り、釣りの楽しさを知っていく漫画です。主人公のひなが虫や海の生き物が苦手なのがポイントです。餌の作り方や竿の扱い方など、初心者にも分かりやすい書き方がされています。釣ったら食べるというのが部のモットーなので、料理シーンも出てきます。絵が細かく丁寧なので非常に読みやすいです。釣り初心者でも経験者でも楽しめる漫画です。放課後堤防日誌、ぜひ読んでみてください。はい、ここまで見てくださってありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。ブログも書いてます。ブログ名は紙の本も読みなよです。この YouTube チャンネルと同じ名前です。ブログの方も参考にしていただければ幸いです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。